はい、こんにちは。こんにちは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合うベース漫画は司会の大月孝弘です。ささみないです。今日は新潟にやってまいりました。はい、新潟市にある新潟市音楽文化会館というところで公開収録になっております。はい。新潟は漫画家さんが非常にたくさん出ているところでね。そうですね。高橋留美子さん、水島真嗣さん、などなど多くの漫画家を出している土地柄なんですが、で今回ですね、ここお邪魔しているあたり、この周辺で新潟市などの主催で新潟漫画大賞フェスティバルというのをやられているそうなんです。はい、そういうイベントですね。非常に盛り上がっているそうなんですけども、はい、フェスティバルは毎年2月の末に行われています。はい、漫画好きの方ぜひ一度立ち寄ってみてください。はい、というわけで今回のラインナップ早速ご紹介します。こちらです。こちらです。1回目の今日はマヤミネオさんのパタリロ、第2夜は足立哲さんのお天気お姉さん、第3夜は関川夏夫さん、谷口二郎さんの事件や家業、第4夜は荒川博夢さんの鋼の錬金術師です。はい、というわけで早速ご覧ください。どうぞ。はい、BS 漫画やわ。こんにちはというか、こんばんはというか、ありがとうございます。ようこそ新潟へという、もう今王権のそのね、出落ちでもうみんなで撮影会今やってたんですけど、盛り上がってました。はい、ということで、はい、それで新潟やってまいりました。一つよろしくお願いします。では早速、はい、出演者の皆さんをご紹介したいと思います。はい、漫画家の石川純さんです。どう、いや俺去年夏からさ、はい、あの沖縄の那覇にね事務所作って月に1週間あっち行ってるんだよ。うん、俺一昨日まで行ってたんだけどね、寒いよこっち。もうね、改めて落差ありすぎ。20度ぐらいさ、20度あったのね。いきなり0度だもん。寒い寒い。ちょっと風邪ひかないように気をつけないと思います。気をつけてください。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。続いて作家の岡田斗翔さんです。どうもこんにちは。こんばんは。テレビ局日記ね、ずっとあの書いてて、でなあの雑誌で連載してたんですけど、日記実は書けなくて2週間に1回まとめて書いたんですよ。でところがあのミクシーってソーシャルネットあるじゃないですか。 あれに加入しちゃったら俺今1日4回とか5回日記書いてるんですよ。もうバカですよ。なんかね、極端から極端走るなと思って嫌になりながらも、ついさっきまでまた日記書いてました。さっき楽屋でノートパソコン開いたのそれか。日記書いてたんですよ。1時間ごとに。はい、よろしくお願いいたします。続いて漫画コラムニストの夏目房之助さんです。はい、こんにちは。以前ですね、新潟でね、漫画家さんの座談会みたいなのに出たんですね。でその時に真矢さんがいらしてですね、初めてお会いしたんですが、まるで単発のバンコランのようななるほどと、まあ、その前にテレビでは見てたんですけどね、楽しかったですね。でその後ね、なんだっけな、そうだ、バレエを見に行ったら、真矢さんってのはバレエやってるんですね。もう自分で舞台立つぐらいの人なんですよ。あ、うん、それであのお会いしてですね、その時真矢さんが、夏目さんバレエお好きですか。僕そのバレエっていうのはバリと間違えてですね、あ、いつも行ってますよって言っちゃったんですけど、違うんですね、あれ僕はバリに間違えただけ、うん、それだけの話でよろしくお願いします。漫画界はね、バレエブームがちょっとした。あ、そうなの。やってる人多いんだよ。少女漫画界が多いんだけどね。ああ、4コマ界とかもいるし、ああ結構いるよ。でも体が綺麗になるってね、結構流行ってますよね。漫画家あんまり体綺麗になってもね。はい、はい、というわけで、はい、今回のゲスト、ですね、はい、座っております。ミュージシャンの大月健二さんです。あれだね、そんな服着といてミュージシャンもクソもないそれ背中もあるんだよな。そうだね、見ますか。背中がこうすごいなんで拍手するんですか。そこ拍手するとこか。この辺り仲良くオタクゾーンだよね。はい、しかも、はい、パタリロ、というわけで、パタリロ読んで、うん、あの BS アニメアワーの方ではキャシャンなんですよ。すごいじゃん。今ね、パタリロ読んでキャシャン見てるやつって俺ぐらいじゃないかなと思って。でもミュージシャンなんだよな。でもミュージシャン。
この間タモリクラブで言ったしな。まあいいです。はい、というわけで今日の作品ご紹介します。はい、取り上げる作品こちらです。パタリロです。1978年から花と夢などに連載されました。作者のプロフィールと作品のストーリーをご覧ください。はい、どうぞ。作者マヤミネオは新潟県の出身です。1973年見知らぬ訪問者でデビュー。パタリロをはじめラシャーヌ、妖怪始末人トラウマなどオカルトからギャグまで幅広いジャンルの作品を数多く手掛けています。トコハルの国、マリレラ王国はカリブ海に浮かぶ人口10万の島国です。世界有数のダイヤモンド産出国としても知られるマリレラは、温暖な気候で観光客の皆様の誘致にも積極的に取り組んでおります。パタリロ山の麓ではパタフインクス、パタリロ湖ではパタッシーがあなたを温かく迎えてくれることでしょう。そして我がマリレラ王国の誇る国王こそこの方、パタリロのマリレール発生殿下です。幼い頃から天才児の誉れ高かった殿下、その頭脳はコンピューター並みでロボット工学の第一人者です。また変幻自在、多種多様な変装がお得意でいらっしゃいます。タイムアップ、ゴキブリ操業といった超人的な特技をお持ちで、お金、特に小銭をこよなく愛されるといった庶民的で親しみやすい一面もおありです。殿下の身辺をお守りするのが玉ねぎ部隊の皆さんです。殿下の陰に日向に基地や忠誠を尽くす玉ねぎ部隊、あなたも国のあちこちで彼らの姿を見かけることでしょう。気候の良いマリレラ王国ですが、決して退屈な国ではございません。王宮ではスリルとサスペンスに満ちた事件に巡り合うかもしれません。そんな事件の数々を解決されたのが英国特務機関 MI6 の凄腕エージェント、ジャック・バンコラン少佐です。美少年キラーの異名をお持ちのバンコラン少佐、その美貌はつとに知られるところです。現在の恋人は美少年マライスさん、彼もまた敏腕エージェントとして知られております。少佐とは公私ともに支え合う良きパートナーです。バンコラン少佐とパタリロ殿下とは大変に親しい間柄として日々親睦を深め、マリレラと英国との親善に貢献されておられます。本当に仲睦まじいお二人です。美少年が集う国として知られるマリレラ、さらに宇宙人、魔界の住人、スーパーキャットなどなど異文化との交流も盛んです。パタリロ殿下の統治のもと発展を続けるマリネラ王国、スリルあり、 SF あり、ファンタジーあり、皆様もぜひ一度足をお運びください。無駄に力を入った VTR だったな今回な。はい、ディレクターがあれですよ、パタリロそっくりのやつですね今回ね。気合入って作ってるなと思ったらこういうことやってるんです ね、 ね、はい、というわけで早速入っていきたいと思います。はい、今回はですね、はい、公開収録のためにファックスの募集はありませんが、事前に届いている、メールを紹介したいと思います。ですね、モネさんからいただきました。はい、キャーとうとう漫画やわに、小学校5年生と中学校2年生になった娘と息子に一巻を突然読みたくなって、昔読んでたのよと手渡したら2人ともここがおかしいと同じページを開いて持ってくるんです。時代を超えて世代を超えて笑えるパタリロ、
マリネラ王国に住みたいと夢見ている母でした。放送を楽しみにしています。はい、お大事に。お大事に。オラガマルさんからいただきました。一番好きなキャラはもちろんパタリロ。だんだん時代を経るごとに絵も雰囲気も変わってきましたが、パタちゃんを愛する読者側の気持ちは変わりませんね。新刊が出るたびに買い続けて今では宝物です。70何巻あるんだろう、ねえ、うん、目指せ100巻みたいな、はい。それから、アーバン24さんからいただきました。パタリロは私が初めて読んだ少女漫画です、この作品に出会うまでは男が少女漫画なんてと思っていましたが、パタリロを読んで以来少女漫画のイメージが変わりました。今も私のバイブルとして愛用しています。はい、はい、皆さん男性だよね。男性ですね。そうですか、はい、ありがとうございます。というわけで、はい、お月さん書きましょう。はいはい、ね、パタリロどんなもんですか。まず僕今のビデオで家政婦パタリロっていうので驚いちゃったんですけどそんな漫画あったのかよ。読みたいよね。4コマやってんの今パタリロ。本当に、うん、何でもありだよ。でもねパタリロはね確かにね、僕は80年代だったけど、こうサブカル少年の間で少女漫画を読んでると一発みたいな雰囲気があって、うんうん、でそれでラシャーヌっていうのが面白いっていう話があって、うんうんうん、でそのラシャーヌ書いた人がパタリロっていうのを書いてんだっていうんで読んでた記憶がありますね。ラシャーヌ経由で行ったんだ。そうでしたね。だからこれ読み返したら ラシャーヌ出てくるでしょちょっと嬉しかったな。ただ今読み返すと、いやなかなか乗れなかったですね。なかなか。でもういろんな人に相談して、これ何が面白いんだって言ったら、漫画雑誌の編集やってる人に、あれはキャラに肩入れするよりも漫才のネタ出しを見てるつもりで読めと言われて、読んでも面白くならなかったんですが、でもねある時ね、これね男向け少年漫画とか青年漫画のこのなんていうのオタク的なコラージュみたいな、そういう風にして読んだら、あこれいけるなと。だからこれ15巻でこれも絵出せるのかな、15巻でね、あこれを読んだ時に、あこれなら俺も乗れると思ったのがね、うん、これバンコランの上司がバンコランの格好をしてちょっと銃を撃とうとするんだけど、うまく撃てなくて、何ページ149ですね、うん、危ない、あこれね、でうがーってこれね、これはドークマンだろうって思ってる。そうしたらなんか親近感が湧いた。それからちょっとずつ面白くなってきた。バカ野郎これドークマンだろ。これドークマンでしょ。そうかこれ赤塚不二夫じゃないか。そんなことないか。いや、どうかないけど、いろんな要素がなんかところどころ、うん、僕はそういう風に読んでったらだんだん分かってきたな。当時はあれ花嫁で読んでました。ああそうでしたよね、花と嫁だだよね、掲載誌を買ってた、はい、で、とでもとその頃はね、ララとエッサスマガレット呼んでると偉いって言われた、うんうん、なんか優劣があったの、うん、あらあらあらあったあった、花嫁はちょっとそこより一段なんかこう一般層っていうかね、イージーなっていう感じだった、うん、ララちょっと偏差値高いかもみたいな幻想があったよね。ありましたね。別の買えなかったもんな。へえ、愛ちゃん生まれた頃だもんね。私これ始まった頃生まれてるんですよね、78年。もうどうしようもないですよね。王権の感想はね、結構いいとこついてるんだよ、うん、このパタリロっていうのが、のどこに意味があるかっていうと、少女漫画界に初めてギャグを持ち込んだってことなんだよね、うん、初めてですか、うん、それまでね少女漫画にギャグはなかった、うん、4ページ1ページとか4ページぐらいの、この大人漫画で言えば昔の、ナンセンス漫画に近いような、うん、本当にこう発端があって、なんとなく2人で淡々と会話を交わして、最後にちょっと軽いオチがあるみたいな、そういう漫画ばっかりしてたの、ずっと。唯一の例外は土田佳子だけどね。あ、そうですね、うん、土田佳子以外はね全部そうだった。 そこに初めてね、うん、ギャグっていうものを本格的に持ち込んだのがパタリロだったんだよ。で これはね、まあはっきり言ってそんなにオリジナリティのある漫画じゃない、でそんなに青年的な漫画じゃない、でその代わり少年誌青年誌から少年誌青年誌のギャグのエキスとかをいっぱい持ち込んでるんだよ、うんうん、それが王権の、ね、反応したところでもあるんだよね、うん、あの頃の、うん、そうそう、あの頃のね青年誌少年誌読んでた連中は、あの頃の匂いがいっぱい入ってるよっていうのはね、やっぱあるんだよね、うん、だから本当に正しい感想だったよ、ね、学園落ち含めてね、結構ありますもんね。そうそう、うん、この6巻の、はい、131ページなんですけども、6巻の131ページのこのまあいろいろあって、天井が落ちてきたり
天井が落ちてくるんですね。そうすると天井って言いながら天井が落ちてくるんですよ。で車に轢かれそうになったり、あ、ここですね、うん、まず天井が落ちてきたり、天井擬音がね、で車に轢かれそうになったり、車って言ってランボルギーニミューラーが突っ込んでくるっていうね。これはガキデカだよ。この擬音の感覚はクッキングパパでしょ。あ、そっか、ほんわかとか書いてるじゃんって聞いて。そこら辺でね、ですよね。だからなんか、うん、なんか少年漫画の懐かしい匂いっていうところで、うん、僕はなんとかパタリロを読み切ったって感じですね。なんかあの連載中からずっとパタリロとすごい、パタリロじゃない、ガキデカと似てるの気になりませんでした？あ、ガキデカでしょこれ。うん、ガキデカだと思う。ガキデカでしょ。少女漫画でガキデカでしょ。だから西条くんがバンコランなんでしょ、うん、要するに、うん、西条くん。そうそうそう、それね、俺もね、実はあの座談会やった時に聞いたんですよ、うん、ご本人に、はい、そしたらね、あのいや嘘か本当か言いませんよ、うん、でもご本人はあのガキデカは僕は知らなかったんです、うん、それでね、確かに全く知らないとしてもあの、うん、この当時ね、あの、ガキデカっていうのが74年からで、あのさっきあの鶴子の鶴姫が73年から、はいはい、もっと早いんですよ、うんうんうん、でその後ガキデカが74年からやってるんだけど、これ78年でしょ、うんうん、で、マコトちゃんが76年からなんですよ。あ、でマカロニが77年から、はいはい、パイレーツが76年から、うん、だからその文脈の中にあって、多分知らなくても可能は可能なんですよね、うんうん、で、土田よしこは知ってた？いや、分かりませんけど、まあ知ってるんじゃないですかね。ただそういう時代であったことは確実なのよ、はいはい、周り中多分そういうことをやってて、はい、同時的にそういうことが起きてた時代なので、つまりそういうことっていうのは土田よしこの時代のギャグの漫画はギャグの絵で描くんでなくて、劇画とか、いや、あのね、要するにギャグっていうのが、まあ、60年代の終わりに赤塚で始まるんですけども、はい、その後ストーリー、多分さっき石川さんが言ったのはストーリーギャグって意味なんだよね、うんうんうん、ストーリーギャグあるいはシチュエーションギャグっていうのが本格的に始まるんですよ、はい、で僕が一番面白いと思うのは、僕はパタリロっていうのがなんで生き延びてるかって、やっぱりシチュエーションだからなんだよね、うん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 、ストーリーとシチュエーションがあるからで、ギャグってすごく自分短いじゃん、うん、すごく大変なのよ、うん、ナンセンスギャグで徹底的にやったらね、やっぱり10年は持たない普通はね、うん、なんで持ったかっていうと、そのやっぱりストーリーとかシチュエーションの面白さを片っぽに持ってたんで、非常に安定して走れたんだろうと思うんですけどね。ガキデカを知ってたか知らないかっていうのは俺には分かんないんだけど、ガキデカを見てそれをそのまま少女漫画に移入したか、あるいはガキデカ的なものを輸入したかってことなんだよね、うんうんうん、多分ガキデカを知らなくてもあの時代の雰囲気を、男として、まあ、前にみんな男だから多分青年誌少年誌も多少読んでたと思うし、その雰囲気を知ってればそれを少女漫画に持ち込むとやっぱりそれはガキデカ的なものになるんだよね、当時ね、まあ、時代精神というかね、そうだね、大げさに言えばね、まあ、そういうことだよね、時代の雰囲気を持ってこようと思うとガキデカ的なものになるっていうのはまあ無理がないってことだよね、うん、でやっぱパタリロってキャラクターがそうなんですよ、うん、つまりそのガキデカもそうだし鶴姫もそうだし、うん、要するにあのキャラクターってあの時代に出てくるんですよ、うん、なんていうかどうしようもないガキっていうね、その、うん、こすからくて裏表があって、うんうん、トリックスターですよ、そうそうそう、それがねあの時代ダダダダッと出てくるんで、うん、なんかこうでもガキデカとの類似点ってギャグの構造とかだけじゃなくて、ガキデカって他のギャグ漫画と違って明らかに主人公は変態でしょ、うん、でパタリロって主人公もそうだし登場人物もこの絵とかも全体的に変態の匂いがすごいするじゃないですか、うんうん、ただちょっとね変態の意味が違うんだよ、はい、ガキデカにはですね短尾系の匂いは全くない、ない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 、ありえない、パロディでやろうとしてる部分はあるけども一切ないんだよね、とかね、要するに短尾ギャグっていうところがね面白いところなんだよ、なんかねこのね短尾っていうのを言い訳にするとね、こんな変態なことを書いてもいいんだって、いいんだよ、ね、すごいびっくりするこれね、すごい、だからね短尾ってカテゴリーがすごいよね、うん、それが少女漫画の便利なところだよね、そうだ、うん、まさにこの時代の少女漫画が短尾系を持ってたわけじゃない、だから短尾、うん、系とギャグが結合したらこんなになっちゃったっていう、うん、なんかそれをガキデカがやるとさ、練馬変態クラブになるなる、少年誌にガキデカあって、まあ、そのちょっと後ぐらいに、こっちにパタリオがあるんだよ、それはね比較されても仕方ないとこなんだよね、マヤミネオが、ね、長持ちするのはさっきも話出たけど、やっぱり最前列にはいなかったってことなんだよね、うん、少女漫画ってね案外保守的なんだよ、うん、
24年組が出てきてちょっと実験的なことをやったから、うん、少女漫画ってなんとなく実験的なジャンルのようなイメージもちょっとあるんだけど、うん、実はかなり保守的なんだよね昔から、うん、今現在に至るまで。その中で、ギャグでこれだけのことをやろうと思うと、うん、一番前に立っていてはやっぱ続かない、人気も出ないんだよね、うん、だからパタリロは、一番難しいギャグをやってないで、2番目か3番目ぐらいのをやって、で道具立てで、読者の共感を呼びつつ、ストーリーでずっと続けられるストーリーを作って、うん、まあ、それで長く続いたっていうところあるよね。なるほどね。あとなんか長期化させようという時って、あのこち亀とかおいしん坊とかもそうだけど、ちょっとうんちく漫画の方向に行くと、うん、なんか延命するっていうかとこありますよね。それもなんか俺パタリロ、パタリロのうんちくやってるか、いや結構ね最近っていうの70、うんうん、60巻とか40巻とかあたりのを見ると、なんかそういう雰囲気が出てきてる。そんなものまで取り入れて、60巻あたり読んでない。でもやっぱねパタリロ偉いと思うのはね、こういうのってだんだんキャラクターがいっぱい出てきて、で主人公最初パタリロって相談する友達もいない孤独な王子様として書かれてるじゃないですか、うん、でだんだんこう仲間出てくるもんなんだけどもね、今に至るもパタリロ結構孤独、結構かっこいいヒーローだ。 絵がこうで行動が割となんかこうおちゃらけてるから見逃しちゃうんだけども、結構ね孤独な王様としてのね像をね毎回描いてて、その辺はさすが男の作家だなと思いますね、まあ、時々能力発揮するしね。時々だけどね。天才科学者ですね、うんうん、愛ちゃんどう思いました。私は、うん、まあアニメでパタリロはテレビのね、はい、見てたっていうか目にしてたって感じなんですね。そっちで最初印象があるね。そっちの印象があって、うん、でもちろん漫画があるっていうのは知ってたんですけど、うん、あれねパタリロとほとんど同時期でストップひばりくんだから、うん、あの時期の日本のゴールデンタイムって変だったんですよ、子供に変なことを教えようとしてたんだよ、あの時代。盗作したせいを。他のなんか要はなんかほらこう動きとかポーズが変だから、あと口の形とか、うんうん、そういうのばっかり印象に残ってて、うん、あんまりその同性愛のところはね、まあ、そうそう。いや、あとテレビアニメの方はこんなスピード感出ない。あ、テレビアニメ であのギャグって絶対にスピードがダウンして、まあ、この5年か10年ぐらい違うんだけども、この頃のやつって例えばクックロビン音頭にしても、僕らが頭の中で考えてるより 1.5 倍ぐらいスローのペースでやられちゃうから全然面白くないんだよね、テレビで見ても。そう、すごい色がすごい奇抜で、うん、絵が個性的っていうイメージがあって、うん、クックロビン音頭もこう振りがあったりとかあのパタリロってこう歌う時こう踊りがあるじゃないですか、はいはい、それも山上達彦と一緒なんだよな。また戻ってる。サルマンで言ってたんだけど、いやいや、うん、あの漫画で漫画で音楽を表現したとしたい時はキャラクターを踊らせろみたいな、こうくねくねさせろ、それにね、真弓音頭と山上達彦は同時期に、なんだろうな。いや、それはね、それだけ取り出して考えるからそうなの、うん、だけどこの70年代後半から80年代で言うと、さっき言ったドークマン あの花の応援団も同じ時期やってるし、エロイカもやってるし、つまりね、あの時系列でその70年代後半から80年代ずっとねヒット作並べるとね、なるほどと思うよ。応援団とエロイカを並べてこの時代ずっとって言われる。いやでもね、まさにその時代に少女漫画と少年漫画と青年漫画全部クロスするんですよ、クロスオーバーする時代なんですよ。そこで融合しだす。このクックロビン音頭のこのポーズってさ、あのクエッと似てるよね。そう、これはこうかこうの違いだよな。でだからね、今回読み返して、ああそうだったのかもって思うのがたくさんあって、あの途中でパタリロすごいケチになるんだよね。あ、これエロいかからとかさ。そうそうそう。だから要するにね、その僕はあのこれはすごくいいことだと思うのは、あのこの人は1953年生まれなんですよ、うん、つまり僕に近いんですね、うん、っていうことは月刊誌時代かね、まあ、週刊誌の初期から漫画がしていて、古典的な子供漫画のいい加減さとか、うん、あのご都合主義、うん、何でもありってのよく知ってるの、うん、ただこの時代にやったので、その何でもありに設定と解説をつけるんだけどね、うん、あのその何でもありのね、いかにもこれが本来漫画だよみたいなところが確かにあるんだよ。でそれで読むと、その本当に50年代のものからこの同時代のものまで全部これ入ってんだよ、うん、もうスパイものはあるしさ、あのタイムトラベル、うん、あの透明人間、うん、もう数えるとキリがないくらいね、闇鍋のように入ってる。時代劇もあるしね。番外編平気で入れますよね、うん、1巻から番外編がかなり入りまくってて、これ編集部よっぽど早く単行本出したかったんだなっていうぐらい、なんだろう、猫魔天狗とかレギュラー出てくるし、うん、そうそう、妖怪とかもんとかね、妖怪とか、そうだからこれがもしも
何ていうのかな、その、ヒット作の曲線っていうのがあるとするでしょ、うん、そうすると最初にグワーッとあのガキデカなんかそうだけど、うん、もう初発からものすごい勢いで登ったじゃない、うん、そうするとねどうしてもね天井にぶち当たるんだよ、これ以上いけませんって、天井にぶち当たった時にその反射角がもう鋭くこういくんだよ、うん、ところがこれ割とねスーッと来てね、ある程度としたところでちょっと下がって高原状態でずっと今に至るんだよね、うん、だ これは一つのだから何て言うんだろう、長命漫画のパターンの曲線だと思うよ、うん、でもパタリオね、うん、俺読んでた頃は1巻目読んで、あついに少女漫画界にも本格的なギャグが現れたかと思って、うん、結構あ面白く読んでたんだよ。でその後まあやっぱりこうそんなにこう俺はギャグはね進化していかないとあんまり、評価しないんだけど、パタリオは、まあ、ついにあんまり進化しなかったタイプなんで、2巻目3巻目読んで、うん、1巻目と同じだなと思ってて、その後ね俺そんなに評価してなかったんだよ。でね、10巻過ぎたあたりからね盛り返してくると思うんだよ俺面白さとしては、うん、1巻目からまあ大雑把に言ってたけどね、1巻目から10巻目ぐらいまでは、あ今回はなんで、っていうかと20巻目までを限定に話してんだけどね、うん、1巻目から10巻目、これ20巻の中の前半部分では、1巻目2巻目3巻目あたりのねこう再生産を繰り返してる感じがあるんだよ、うん、で多分ね本人もちょっとマンネリ感があったと思うんだけど、これの 10巻過ぎたあたりからねだんだんストーリーを重視してくるんだよね、うん、そうすると結構ストーリー語るんだよね、うん、泣かしたりするし、ね、うん、そうそう、うん、ちょうどあのプラズマが奥さんもらったりとかもう10巻からでもともと1巻2巻のミステリー短編でしょ、この人のもともとの形は、うん、ミステリー短編の頃からそれもハードボイルドミステリーだから実は、うん、だから主人公がいつもなんか分かってるんだけど孤独に去っていくというパターンやってるから、うん、こう伸ばそうと思ったら実は伸ばせるのはこの人わざとこう短く書いてたわけでしょ、うん、いやでもねやっぱり1本長いけどね、だからやっぱり1巻2巻の頃、うん、ダメ親父が途中からほのぼの漫画にこう転じるような、それでこう長く続いたような、なんかこうなんかやんなきゃいけないなっていうのが、いやちょっと泣きも入れようっていうのがちょうどあったんですかね、僕はだから泣かせがそのターニングポイントだと思うよ、うん、まさにねプラズマロボットで泣かせをやったのがいいんだよ、うん、人間だとね総崩れになっちゃう可能性があるんだけど、泣かせみんなロボットなんだよ、ね、プラズマでしょ、奥さんでしょ、ね、それで息子と娘でしょ、プララ可愛いんだよ、あれ夏目さんが総崩れっていうのはキャラのイメージが総崩れで、そこから先ギャグができないってことですよね、できなくなっていっちゃうっていう、この巻に10巻に出てくるフライミートゥーザムーンっていう作品とかはパタリロが最後号泣したりするんですよね、はいはいはい、だから一応トライはしてみたんでしょうねでもやっぱりプラズマで泣かせの方がいいかなみたいな、うんうん、俺はだからねそれは意図的だったかどうか分かんない、多分作家的な資質だと思うんだけど、うん、そういうのを多分その人間とかパタリオでなかなか書きにくくて、ロボットにしたらね分離しちゃったんだよ、やっぱり、ね、頭のいい作家は絶対テレアでしょそうそう絶対ひねるんですよね、うん、この人自意識的にはニューウェーブだって意識あるみたいよね、当時随所に出てくるじゃないですか、だから石川さん的に言うとその一歩引いたところでやってたって言うけども、おそらくギャグやってるっていう意味じゃかなり先端にいた意識が終わりだったんじゃないですかね、先端ではなかったね、まあ実はそうだと思うけどね、先端ではなかったけど、いや先端ではなかったから、うん、なんていうのかな、漫画界全体って大きい括りで見ると最前列にした人だとは思わないんだけど、うん、とにかくねこの頃のこの時代の、ね、少女漫画にこんだけのことをやったっていう評価はね、もう最大限にするべきだと思うんだよね、いや本当もう分かんなくなってるかもしれないけど、男が少女漫画を読むことの垣根の高さってあったじゃないですか、あったあったでしょ、はいはい、ね、それは先端でありたい少年は、うんうん、パタリロはそういう流れかなと思って読んでいたんですよ、うん、そうしたらパタリロ読んでる俺ってちょっとイケてるみたいな、うん、そうしたらテレビで原色でこうアニメでバーンと始まって、うん、クックロビオンドでわーって広まっちゃってがっかりした記憶がありますがっかりだね、うん、だけどねこれパタリロって未だに続いてるからみんなもう当たり前だと思ってるけどね、うん、こんな変な得意な絵でねギャグをやった人ってあんまりいないんだよ、うん、変ですかこれ、変ですよ、うん、だから僕系統がよくわからないもん、うんうん、だから会った時に聞いたんだけど、うん、マヤさんが唯一挙げたのはビアズリーだからね、ああでビアズリー知らない人はごめんね、分かんないと思うけど、うん、世紀末的な画家で、うん、まあ、白黒でね、ペタッとした黒を使う非常にデザイン的なイラストレーションなんだけど、うん、だビアズリーだって言われるとまんまなんだよ、
まあま、ビアズリで、ね、そうビアズリで漫画やっちゃったの。でもどっちかっていうとあの母恋物とかああいう貸本劇館としての漫画って言われた方が、これ今回面白かったのはその同時代のそのものがコラージュに入ってると同時に、うん、本当に古い、だから俺さっきあのさ後で夏目の目でやるんだけど、うん、今指摘したような貸本時代のなんていうの怪奇物とか貸本時代 の、 あの母子物とか出てくんだよ、うんうん、でね、それはごっちゃですよね、ごっちゃなの、冒険をね、でしかもね一番面白いのはそれは時系列として出てくんじゃなくて、うん、空間的にね同じ平面で出てくるんだ、うん、だそこが面白いだからね、それでねみんななんとなくこう全体のパッケージとしては多分当時の少女漫画の中ではすごく新しい感じを受けたと思う、うん、でも今読んでそうやってこう情報のそのあの要素をこうやって時系列に並べてみると50年代からずっとあるんだよね。じゃあその辺含めて一つ夏目の目をよろしくお願いいたします、はい、夏目さんお願いします。でかいよ、これはでかいんですよ、これ。あの差し棒見てください。これはねすごいでしょ。 ありえないね。私棒術をやるというのがあるんですけども、あのまず得意な絵ということで図の1に行きますけれども、これはですね先ほど岡田さんが言った優しい悪魔という76年の短編です、増刊花嫁のものですね。非常に得意な世紀末的というか大敗的な美意識があって、この絵自体は一応奥行きが描かれていますが、張り付いたようなこの黒の入れ方って非常に張り付いたようなもので、確かにこれビアズレっぽいんですね。人影がなんていうのかな、ただねこの美意識はとっても面白いです。こういう絵を描く人って多分あまりいなかったと思いますね、特に漫画の中では。さらに、図の2に行きますと一巻の169ページ、同じ、優しい悪魔なんですが、これがより多分この立ち位置のスタイルの作り方なんかはビアズレっぽいと思います。パタリロと何が違うかっていうと、頭とこのそこから下の、比率がまるで違います。いやパタリロ自身と比べないとかね、バンコランと比べてもですね異常に頭が小さくて、このシスターの黒のなんていうのかな、コンポジションが非常にその一種世紀末的な感じを与えるんですね。あとね背景なんかもこの人は非常に独特で、あまり立体感のない平面的なものを立体的であるはずのものに貼り付けるっていうところがありますね。この辺はですね本来は漫画としてはですね絵が止まってしまうんですね。だからギャグには一番向かないはずなんですが、それをやってるところが非常に当時としても得意だったと思います。ちなみにビアズレというのは60年代に日本で非常に流行ったんですね、大敗的な感じで、多分彼もそれに影響されたんだと思います。そしてそのギャグですが、そういった画風が漫画と独特な融合感を与えると。図の3、11巻の41ページですが、これはですねこの動線ですね、板が立っているような動線だから、つまりその動線すらねここではね抜きがないんですよ、この動線。この当時そのちょっと前ですが非常に流行った動線というのは非常に抜きを太いとこから細いところですっと消えていく抜きを生かしたある種幾何学的な動線が流行ったんですが、この人の場合は抜きを一切せずにですね、後に直角という小山優ので出てきますけども、これはそれより早いです。壁のような動線を描いています。それからこれですね、スーパージェッターです。やっぱり世代的なものでしょうね、パロディでしょうね。非常に律儀な線を描きます。それから非常にフラットに速度感を出すという独特の美意識があります。それとですねちょっとこっちを端の方で申し訳ないんですが見ていただきたいんですが、この効果線というのか、これは雲型の効果っていうのはこれ50年代から60年代の半ばまであったもので、非常に古いタイプのものです。でしかもこうなんていうのかな、こうなんか貼り付けたようなものがあって、結構そういうところをよく見ていくとですねかなり古典的な要素があります。あと特殊なのはこのジタバタ足ですね。この足一個一個はねものすごく静止してるんですよ、こういう絵だから。貼り付いたように静止してるんだけど、それをわざわざこうやっぱりなんていうのかな、律儀な動線で動かしてるんです。これが変な感じを絵的に生んでるんですね。そしてその中に入るギャグです。まず基本一
常に基本的な要素の一つは落語ないし漫才ですね。図の8、6巻10ページ、落語ネタはよく出てきます、しかし非常にベタです、これは先祖とパタリロなんですけどね、誰だというお前こそ誰だというお前こそ誰だって、まあ、よくある本当にベタなもの、この当時ですらもうベタベタなものを延々とやるんですね、ところがこの非常に希望的なですね、時間の止まったようなパタリロの絵が2つもあるもんですから、それが何て言ったらいいんだろうな、小玉のようになって妙なギャグになるんですね、これの押し通し方がやっぱりかなり強引だけど面白かった。その当時僕は結構ハマっていたので面白かったですね。でこの非常に律儀に描かれたこのなんていうのかな、大福のようなこの柔らかさみたいなのがですね、線が硬いのになんかこう面白いんですね、でこれ同じパタリロが対峙してて喋ってるわけですから、まあ、落語 の, 右向いて左向いてってのと似たようなことになってるわけですね、そういう古典的なところが非常にあります、それからですね、その中に、まあ、スパイモノ、タイムスリップ、透明人間、で非常に昔の漫画の要素全部入ってくると、昔の漫画の要素で一つ挙げますと図の9、10巻の78ページ、これはこれだけ見ても多分お分かりにならないと思いますが、さらっと言いますと白洲三平ですね、で白洲三平の忍者もののなんていうのかな、解説的な部分を絵でやっています、そしてもう一つはこの回はこういうなんかアメコミ の, キャラクターみたいな強いやつがたくさん出てきてパタリロやバンコランと戦うんですね、まあ、でこのパターンは多分横山ミステル の, 忍者漫画のトーナメント方式だろうと思います、そういうのが随所に出てくるわけですね、で一番大事なのはじゃあ少女漫画としてのパタリロで、これは先ほども言いました美少年要素、その他にですね、先ほども言及した泣かせの 場面で図の10、16巻の32から33ですが、これですね、お兄ちゃんは一体どうしてっていうね、で私がいけないことをどうのこうのっていう、この辺がですねもう本当にさ60年代のあるいは50年代の貸本漫画の少女漫画を読んでいるようなですね、錯覚を覚えました。図の11いきましょう。15巻の126から127ページ、これはもうですね、そのプララというロボットがですね、霊落したおじいちゃんと一緒にいて貧乏者なんですよね。もうちょっと感動しちゃったんですけどね、どうしよう薬も切れちゃったとかなんか言ってですね、パタリの支援を待ってる。もうほとんどですね、おじいちゃんお粥ができたような世界なんですね、これはギャグの一つのなんていうのか到達点のようなところがあってですね、しかもこれ古い、でこれの左の方を見せてください。ここですねこれね、もう本当僕はなんかね既視感を覚えましたね。デジャブのように、うわー昔の漫画だ。つまり貧乏でいじめられてる少女っていうのが全く典型だったんですね、まさにそういうものが面々とこの漫画の中に入ってる。パロディギャグだから入ったっていうこともありますけど、おそらく作者の世代的なものもあったし、その時代にそういうものを漫画で再び表現するということが実はこの同じ時代にですね、漫画の中で盛んに行われた、いわばその子供が自我を自覚して自分の過去を反省するかのように、当時の漫画というのは自分が育ってきた漫画をなぞるように生きていたんです。でその一つの非常に得意な表現の仕方がパタリロだったと、いうことだと思います。それともう一つ、この泣かせのシチュエーション、ドラマというのは持つんです。つまり昼メロがそうであるようにずる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 と思ってしまうんです。おそらくこの辺でパタリロ自身自体がマンネリ化していたんです。しかしそこで泣かせが出てきてずるずる持ってしまったんですね。でどうもそういうノウハウを延々と蓄積している漫画というふうにも見られます、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと届いてるメールを紹介しますね。なおさんからいただきました。中学2年生の頃でした。お小遣いのない私は漫画を友達から借りて読んでいました。おかしな内容なのに際どいシーンがいっぱいで、これっていいんだろうかと思いつつ見てました。ありがとうございます。はい、それからめぐみのさんからいただきました。漫画やわでパタリロを見れるなんてとても嬉しいです。まや先生を初めて知ったのはホラー作品で、美少女が長い黒髪で、手のように食べ物をつかみ後頭部にある隠れた口に入れるというおどろおどろ
し、ベタの多い作品でした、はい、ところが花と夢を見たら思いっきりギャグですものびっくりした記憶があります。ありがとうございます、はい、それからキリさんから、パタリロは岡田さんの説によれば少女漫画界のこち亀ですね。さまざまな要素、時事、落語、小説、映画、ドラマ、歌、推理、哲学、オカルトなどをうまく盛り込み、1話完結、中編、4コマ、番外編もこなす永遠の常習の常春の物語。間違えちゃった。はい、超綺麗さができるのもうなずけます、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということであれですね、でもさっきからみんな気使って喋ってましたけど、あのいわゆるなんていうんですか、少年愛といいますかね、あの同性愛といいますか、そういう要素というのはこれどのように考えたらいいんでしょうかね。どのようにてか、あの僕思ったのNHK ですから気づかなきゃいけないんですけど、お話とか聞いてたら、はい、そもそもなんでマヤミネオさんは少女漫画だったんだろうっていうことを考えて、うん、そしてこれはだから、まあ、別にマヤミネさんがそうだとかそうじゃないとかそういう問題じゃなくて、まあ、ある種のこれゲイカルチャーっていうか、うん、そっちの方向なんじゃないかなっていう気もしますけどね。だから絢爛な、いや別に本人はなんかここから本気汁が全然出てこないでしょう、うん、違うと思いますよ、あのね、あだから別にそのゲイだとか云々よりも、うん、ゲイカルチャー的なものが好きっていうこと、いやなんかね、ゲイカルチャーじゃないと思う、ね、あのガチじゃないですよね、うん、要するに少女漫画の世界で、うん、あの男女の恋愛をやろうとすると生々しくなりすぎたので、うん、あのできなかったんですよ、うん、でそれをクリアするために男と男にすると抽象的になるんですよ。でそれが、まあ、あの風邪気もそうだし、いわゆるその今のボーイズラブにつながる流れなんですよね。でそこに少年愛耽美っていうのが入ってくるんですよ。でも少女漫画の中で少年愛耽美が出てきたのはもともと女性作家たちが恋愛の本質を描きたいというのが目的だったんだけども、はい、このマヤミネオさんの場合はそれが描きたいではなくて、そういうのがあるから俺もその路線取り入れてみようっていうのがそんな感じがするんですけど、ね、まあ、さんの位置は多分ちょっと違いますね、うん、はい、そのあの恋愛の本質を描こうとかそういうことだから竹宮さんとは違うんですよ、うんうん、だからこの人の場合はちょっと違いますけれども、流れだからといってゲイカルチャーではないと思います、ね、マヤミネオはあの多分少女漫画、もともと少女漫画が好きで少女漫画描きたかったんだよね。そうで少女漫画を描こうと思って男が参入していくに、これはすごくいい、格好の入り口だったっていうことだよね。で結果的に自分の持ってるもの全部入れられたんだよ。本当本当すごく入ってる。でだってこの人二十歳で少女誌でデビューしてるんだよ、うん、だから最初から最後までとにかく少女漫画なんだよ。やっぱ怖いものを描きたい、うん、最初は怪奇ものっていうのはさ、まあ、この後もずっとパタリをやりながらもずっと怪奇もの要素をちょっとずつちょっと入れていくんだけど、怪奇漫画でデビューしてずっと描いてたっていうのが面白いよね、うん、あの怪奇漫画描いててギャグになってるっていうケース結構多いじゃない、うん、やっぱ誠ちゃんとか、まあ、それもそうだしあのこの間やった渦巻きも結局のところはそういう要素があるし、やっぱ怖いものずっと突き詰めていくと笑っちゃうんだね。多分そうだと思います。あとグロね、うん、ホラーだけじゃなくてスプラッター、その怖さとかグロさとかって笑いの多分ねすぐ隣にあるんだよ。あとあのさっきの少年愛の話なんですけど、石川さんもウェポンって書いたじゃないですか、うん、であれもあのその世界でやっぱハードボイルドでしょ、うん、で男性作家が少年愛的なものを入れてであの書いたらどうしてもやっぱハードボイルドになっちゃうんだろうなっていうのは感じましたね。これは花夢だったじゃない、はい、で同時期に俺はララ系で連載やってて、ウェポンっていうのをやってて、それが実はあの MI6 の話なんだよね。そうそう同じ会社なんだよ、白戦車の中で、うん、石川さんが一時期耽美描いてたんだよ、うん、いや耽美は描いてなかったけど、ね、いやなんかね絵が耽美にならなかっただけで世界観としては耽美だったいやで、まあ、ララ系の中でも俺は本誌でできなくて増刊とか、まあ、その別冊とかその辺だったんだけど、そういうのがあるんだ、いや主流には俺入れないしね、結局入れなかったんだけど、いや俺の連載はね単行本3巻で終わっちゃったんだよ、うん、こっちは60、70だろ、うん、すごいねいや途中俺それだけで愚痴になるんで最後は素直に落としましたから、それだけでも俺は、ね、どう来るかなと思ったけど、あとすいません、すんなり来たな。マヤミネオの魅力なんですけどね、この人はね絶対いい加減な人だと昔から思ってたんですよ。今言ってたその少年愛というのも単に取り入れたんじゃないかっていうのもそうなんですけど、なんかね田中圭一
ドクター秩父山の匂いがするんですよ。あ、そういう感じあるかもしれない。で、1巻の、ね、31ページにヒースロー空港が出てくるんですけども、あの2回ヒースロー空港出てくるんですよね。これ第1話の6ページのファーストシーンもそうなんですけど、ヒースロー空港ってね、出てくる飛行機が全部変なんですよ。こう遠目にコンコルドが見えて、でこの近くに F4 のファントムが着地してるんですよ。でこのファントムのね、お尻の形がね、すごい寸詰まりで描いてるんですよね。でこの形、例えばこの尾翼が全部動いて動翼になるとかね、絶対に資料を見ないと描けないんですけど、資料を見たらこんなに寸詰まりで描くはずがない。つまりこの人、資料を見るけどいい加減なんですよ。それはもうありとあらゆるシーン、この人が描くメカに出てて、例えば拳銃でもこんなに描き込みしてるのにブローバックしないとかですね、もうありとあらゆることがいい加減いい加減いい加減で、かなり褒めてるんですけどね、かなり褒めてるか今の。いや褒めてるんですよ。本当にいい加減な人だったら資料を見ずに描くんですよ。でもこの人、ヒースロー空港って言って2回シーンが出てきたら、その度ごとに飛行機違うの描いて、で出てくる2回ともね、マニアックな機種ばっかり出すんですよ。で最初これあのコンコルドが着陸してるんですけど、一コマに出てくる時はツポレフっていうですね、このコンコルドと似たようなソビエト製のその先がやっぱり前曲がるやつを出してきて、マニアックなんだけど、でも絵はいい加減なんですよ。それはね、いい加減っていうよりもね、どっちかといえば、どっちかといえばだけど、画力がちょっと足りないっていうところにあの大きい原因があると思うね。画力が足りないっていうのはね、つまり、あの、なんていうのかな、絵に対する意識がね、そんなにこう強くないんだよ。だから、描きたいものはあるんだけど、このぐらいで OK っていう線がね、あの、なんていうのかな、画力のある人と比べて、その OK ラインがちょっと上の方なんだよね。だからあれで OK になっちゃうんだよ。いや、画力がないっていうよりもね、あの興味がないだよ。だからね、その、今石川さんが言ってる画力って、ね、大友克洋の画力のことを言ってて、この人は大友克洋タイプの画力ではなくて、そこまで言ってないよ。絵自体があんまり奥行きに関心がないのよ。描きたいものが全然違うのよ。だからコンコルド描いても、あのコンコルドだって分かればいいの だけであって、あ、もっと言えば飛行機だって分かればいいんだよ。でもね、あのパタリロが乗ってくるチャーター機のね、ボーイングのジャンボジェットはすごい精密に描いてるんですよ。多分こんなに描けるんだから、ただ単にジャンボジェット描いてりゃいいのに、なんでヒースロー空港っていって飛行機が7機出てくる、7機とも種類変えて全部変なの描くのか。多分ね、その時のアシスタントが優秀だった。そうか、ニュージーランドだかどっかの国にいて、それであの資料がなくて、あのデタラメすぎるって言って、パタリロにマヤミネオが怒られるっていうあの回がありましたよ。だから自覚してんだけどね、うん、でちょっと反省してるの、どうにも、うん、でもまあいいやっつって。でもある種の美意識はあるんですよね。いや、あとあの十何巻かから、あの作者金英がどんどん変なやつになってくるでしょ、うん、なんかこうニュースでこう叫んでるみたいなやつになってきて、うん、そこら辺からしてもね、僕もこのマヤミネをいい加減なやつ説っていうのはかなり、絶対ね、この人ね、あのモテるタイプだと思う。面白いことを言うお兄さんで、結構いい男でモテてっていう感じじゃないかなと思っちゃう。これです。そうそう、これです。これに話が一回。いや、あのね、家計と塩のようだ。だってこの見ての変な人だよ。そうそうそう。だってこういう漫画描いててこの写真出すのはある種自殺行為でもあるわけでしょ。いや、あのね、あの今回ね、ちょっと本筋とはちょっと離れるんだけど、離れてないか。俺驚いたことがあってね。あの俺はパタリロはとりあえず少女漫画界にギャグ、本格的なギャグを持ち込んだという功績は認める、うんうん、それから、ギャグ漫画としては一線ではなかった、2番手3番手クラスのギャグセンスだった、うん、というふうに考えてるんだよ。で、長期連載するために、まあ、いろんなことを考えてて、後半盛り返して、続けてるってこと自体は俺は結構評価する。でもまあ、うん、そのクラスだなと思ってたんだけど、実はね、鳥見木と、吉田戦車はすごく評価してるんだよ、あの二人が、うん、あの二人は俺たちよりも、まあ、半世代ぐらい下なんだけど、あの世代にとっては二人っていうのはすごいギャグだったっていうんだよね。鳥様それ、うん、だからそれがね、俺ちょっと驚いた。あのちょっとその辺は俺よく分かんないんだけどね、分かんないんで、どう論評していいか分かんないんだけど、俺はこの人のね、ギャグ、少女漫画に持ち込んだギャグってどういうギャグかっていうと、無理なシチュエーションを無理やり作って、それに片っぽを無理やり突っ込むっていう、うん、なんか変なことやっといて、それがどうしたんじゃとか、そういう突っ込みを片っぽがガンガンする、両方のものすごい、ものすごい、あの同時なことやって、ものすごい突っ込んでっていう、このパターンを延々続けていくっていうのはね、それまで少女漫画なかったんだよね、うん、そのテンションもなかったし、それはね、すごいこの人の功績だなとは思うんだけど、
最初の頃はあんまりそればっかりだったのとダジャレが多すぎたのとで、うん、ちょっと俺あの10巻ぐらいまで飽きてたんだよね、うんうん、だから鳥居君たちがねそんだけ思い入れがあるっていうのがねかなり意外だったんだよね。おそらくそれ世代的にさっき大月さんが最初言ったみたいにその少女漫画読むのがかっこいいと言われ始めた最初の世代の原体験漫画だっていうところも一つあるでしょうね。それね、あと僕思うのがじゃあこのパタリロが切り開いた少女ギャグ漫画っていう世界っていうのはその後どうなってるんですか。継承されてるのかな。開いた切りなんだよな。いや、あのね、吉田戦車は僕その流れだとは思ってる。少女漫画界で。いやいや、あ、少女漫画界ではか、うん、あのギャグ漫画ってどうしても温度が熱くなるじゃないですか。どんどん熱くなるんだけどもパタリロってギャグし終わった後もパタリロの表情ってあんまり崩れない割とクールなギャグですよね。だからその辺がさっき石坂さんがおっしゃったそのギャグっていうのはそれまで漫才みたいにあのなんかボケがあって強いツッコミがあったというふうにどんどん上がっていくのがパタリロではかなりこうクールに抑えるところが僕はあの時代に花嫁の連載中で読んですごいかっこいいと思った。それはスタイリッシュな印象がありますよね。うん、それはね、そう思うんだよ。あんだけ突っ込んどいても割り方こうパタリロの無表情で終わるんだよね。ガキデカみたいにこう叫んでも終わらないんだよ。そこがねちょっとやっぱりマヤミネオのスタイルではあるなと思うね、うん、後の鳥見木とか、ね、吉田選手とかの作風を見るとそういうところに流れはあるのかなと思うね。決してそのなんていうのかなドロドロにならないっていうかね、うんうん、距離を置いてデタッチメントなんですね、うん、全部ね。その辺は確かにそういう感覚があるんだろうと気しますけど、でも少女漫画時代この後変わりましたからね。そうだね、この後本当にこの頃からすっごい変わってったからね、うん、ギャグも一番もないからね。逆に言えばそのなんだろうな高度な読者しか読めない世界へ全体で突入していってちーまる子ちゃんとかが幼年層を開拓するまでなんか離れ小島みたいになったわけですよね、うん、ある種、うん、本当にね 5年10年ぐらい前まで、出版社の編集に聞くとねもう今少女漫画の読者は少女漫画難しくて読めないんで小説読んでる。あ 逆にね。あいや俺それ分かるな。コバルトとかそういうやつね。大木さんはその後少女漫画読みました。だいぶその後この後だいぶ読んでいくようになったんですか。その後ってこれがね、でもそうだな、それこそヒーズルとこの天使とかあの辺ヒーズ天ね、うん、とかあの辺ぐらい結局あ大島由美子つなすげえなって、あれそれは山岸涼子だけど、うん、大島由美子つなすげえなっていうことを納得した時点でまあ俺はいいやと思ってじゃああれだ、うん、僕たまとか行かなかったんだ。あ行ってないですね。24年組で終わっちゃったんだ。終わっちゃうね、うん、あのぐらいが俺限界。ある意味ある意味正直分かることと分かんないことがありますよね、うん、それ以降ねましてほっとろ分からないっていう。そう誰でもあの日だけでほらあのキッチンであったじゃないですか、はい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 、あれ読んだ時にあ大島由美子が書いてるようなことじゃんと思って、うん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 、じゃあこれ小説とかで読んだ方が絵面も分かりやすいからいいかなみたいな風に言って吉本バーナーで読むとねやたら分かるんですよね。そうそうあの世界そうそう絵が浮かぶんだろ。いやなんかねこの下の解説読んでみたんですよ少女漫画の。分かる分かる。これ全然私パタリロ読んでも少女漫画って気は本当にしなかったですけどね、うん、だから今読むとそうだろうけど、うん、当時としては花嫁でしかもこれやってるっていうのは意味あったわけですよ。花嫁だからね、花嫁各週月2回刊でしたっけ、うん、で結構売れてた本だったからね、うん、そこで、うん、今だと分かんないかもしれないね。いやただもちろん当時一方でね、それから愛ちゃんがそのお母さんと読んでたみたいなさ、うん、少女フレンドとかさ、うん、そういう本当に今も温度的に変わらないような少女漫画の世界はあったし、うん、それ読んでる子たちはいたんだよ、はい、いたけどそれとは別にララとか花嫁とか出てきてっていうのがあってさ、うん、そこのズレですよね、うんうん、だから少女漫画がさ今言ったような流れで大きく変わるでしょ。でその時にその変わんなきゃいけなかったのでどんどん変わっていくためにどんどん別のものになっていくっていう過程で、それを象徴するのは絵でいうとコマが重なったりコマが消えたりっていうやつなんだよ、うん、で断ち切りとかね、うんうん、でそういうことでいうとパタリロには一切ありません。それはもう非常に分かりやすくコマが並んでいる。だからこれはその当時の少女漫画としてはそういう要素は全然なかったんだよ、うん、多分ねこの人はあんまりそういうことには興味がない。だから装飾的な絵には興味があるが装飾的なコマとか時間には興味がないんだよね。はい、それではですね、はい、公開録画恒例といいますか会場の皆さんがちょっと質問を受けたいと思いますので、はいはい、愛ちゃんがそちらに行きますので、はい、手を挙げて、質問ある方、はい、ちょっとあれしてください。はい、またすごい格好してますけども、はい、寝起きのどっかのチーママみたいな。そういうことを言わない。あれは衣装でもないし衣装でもないし衣装でもないよくわからない、はい、じゃ、質問がある方は、部屋着だよね、あえて言うならば、ね、分かったよ、ボード上げてんだからまずその質
おとなしく帰らないと思うんだけど、あそこまで準備して、あそこまで準備して、彼を置いてしまう。あと本日は貴重なお話を、まあ、現場で聞けて大変楽しかったです。ありがとうございます。いいから質問言ってそれからささみのさんもうすぐ誕生日でございます。それでは質問です。作者のマヤ先生をはじめとして、新潟は著名な漫画家さんがたくさん多く輩出しています。まあ これまで漫画やわで取り上げられた作品の中だけでも東京、北海道、大阪、兵庫に次いで新潟出身者が占めています。まあ、どうしてこうも漫画家が、新潟出身者が多いのか、まあ、いろんな理由が言われてるんですけども、本当のところはどうなのか、皆さんのご意見をちょっとお伺いしたいと思います。本当のところって何よ。身近な人が、身近って別に知り合いがって意味じゃなくてもね、例えば同じ地域の人がデビューしたりすると刺激受けて後続く人が多いとか、ね、そういうことは結構あるから、やっぱ最初に何人か重なったっていうところが原因かもしれないね。ああ確か高橋留美子さんと近藤陽子さんは同じ学校だよね、同級生だね、高校、で近藤さんはだから高橋さんの絵を昔から見てて、こんな上手い人がいるんだったらこっちには私はいけないと思ったっていうのが、そういうのはあるじゃないですか。県からそういう文化人とかそういうの出たらみんなでこう後ろついていこうというのもちょっとあるじゃないですか。ありますね。あれ青森だったっけ、宗像志功がいるから、みんな、ね、年がら年中版画ばっかりやらされて本音ナンシー席になったのか。ナンシー席だから小学校の頃に10枚ぐらい版画彫っててで青森以外はそんなに版画彫らないって青森出てから知ったって言ってたからさみんな版画やってる、日本中みんな版画やってる。だから北海道の人はみんな日本中小学校は冬になるとアイススケートやると思ってると同じよ。じゃあ今みんな消しゴム持ってんかよ、そこで。たださ6でも群馬でボーイが出たら、ちょっとボーイっぽいバンドが次から次へと、先輩がやってるからっていう。北関東いっぱい。俺大阪出身だから日本中なんかどこの商店街でもねぎってるんだと思ってたんだけども、ねぎってるのって関西だけなんだよな。まあこんなような感じの答えでいいですか。ありがとうございました。仕切りました。強烈だ。また外してあげてください。すみません。すみません、ちょっと資料ということで、これ1981年の花嫁なんですけども、はいはい、ちょうど同じぐらいの年、大体同じぐらいに活躍してた頃に、他に男性作家お二人、真矢先生と活躍されてまして、柴田正弘さんと和田真嗣さん、ただお二人ともですね、その後、まあさすがに女性誌の方からは、活動の場所を移されていってですね、真矢先生だけはさすがに話は本誌ではさすがに書かれてないんですけど、まだ女性誌の方で、まあ活躍されているということで、この女性誌でこれだけ長く続いている男性作家ってのはかなり稀有だと思うんですけど、その辺の理由とかもし分かるところがあれば教えていただきたいと。理由ね、理由難しいね。和田真嗣と柴田、あの二人はどっちかというと青年誌少年誌のノウハウをそのまま持ち込んで少女漫画界の中で違和感が結構 あるままずっと書いてたんだよね。だからあの二人は、少女漫画を描いてるっていう意識はそんななかったんじゃないかと思う。そういうのって答えは非常に難しいんですけど、僕が今思うのはさっきも言ったように非常に特殊な美意識の人なんですよね。でこの人多分このじゃあマヤミネオはこの人に影響を受けてとか、ね、言いにくい人だし、マヤミネオに影響を受けてこの人が生まれたってのも言いにくい人で、ということは逆に言うとマヤミネオという小さなジャンルなんですよ。で少女漫画にマヤミネオというジャンルができてしまったので、だから一定の読者は今でもいるって、多分そういうことだと思うんですけどね。ワンアンドオンリーですよね。どうしようかな。じゃあこれ回していただいていいですか。はい、すいません。ちょっと薄っぺらい質問なんですけども、延命というか人気を持続させるという話が出てたんですけれども、パタリロの顔がこう連載が進むにつれて縦にバーッと伸びて、で体は横にバーッと伸びたりとか、そういう絵が変わっていくっていうのも延命というかそういうことを考えてのことなんでしょうか。いやそれはね、自然に変わっていっちゃうんだよ。手の癖っていうのがね出るんだよ。最初ね、最初に、編集者にこんなキャラクターでっていう時には割ときちんと書くんだけど、長いこと毎日毎日書いてるうちにね、だんだんいろんなとこが省略されてっちゃう。省略されて手が馴染んできて、そうすると一番手にとってこう楽な線が残るの最終的に。それって大抵ね、ギャグ漫画の場合には二等身だったり三等身だったり、パタリロも最初の頃は随分無駄な線が多いじゃない。
それがどんどん省略されていくじゃない。そうするとこのキャラクターを表すのに一番手がこの手が書くのに楽な線っていうのが最終的に残っちゃうんだよね。だからそれは別に延命考えてじゃないと思うね。それで大概こうちっちゃく可愛くなる。そうそう、みんなそうだよね。でもあのゴルゴ13はちっちゃくなんないんですよ。三頭身のゴルゴ見たいか。というわけで、はい、明日の作品ご紹介します。はい、こちらです。こちらです。明日は生放送です。足立哲さんのお天気お姉さんを取り上げます。これも出せるのかな。これ大丈夫なんですか。当たりよりまずいよね、ある意味、ね。マラヒの危険なシーンみたいなのがいっぱい出てきますよ。OK はマラヒはいいと思うね。OK はマラヒだけど、内田主任なんだよな。え、主任さん、もっとまずい。ちょっと大丈夫かな。というわけで、今日は本当に長い間ありがとうございました。ありがとうございました。